ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。今年はオリンピック、東京オリンピックがあって、その予選の A も代表として、送ってもらったんですけど、残念ながら、枠を獲得することができずに、不甲斐ない結果で終わってしまって、でその後日本に帰って東京オリンピックを見ててとても悔しい気持ちで見ていたので、12月のこの大会に、かけていたものがあるので、優勝できてよかったと思ってます。決勝の内容を振り返っていかがですか？ちょっと僕の想像してたのと違ったんですけど、よく、グランド後からパッシブ取った方が、グランド守れば強いっていう風に今は言われてるんですけど、やっぱり自分から攻めて押して押して、崩してグランド取ってる返してっていうのをやっぱ徹底的に叩き込んでやろうと思ったので、それが実施できてよかったと思ってます。全日本の決勝、去年も松田選手と対戦しました。はい、私としてリベンジということになりましたが、その点に思いはありましたか？いつもやっぱ同門なので練習してるんですけど、やっぱり強いので、どうしようっていう気持ちはすごいあったんですけど、今回の大会は気持ちのメンタルの持っていき方がすごいうまくいったので、勝てたんだと思うんですけど、やっぱり今後もこの階級、僕の階級はやっぱり同門対決が続いていくと思うので、負けないように研究と練習を繰り返していきたいなと思っています。今後の目標を教えてください。今回の大会で優勝できたので、アジア大会で、2回目の出場になるのでメダルを獲得したいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。このアジア大会のメダルを獲得に向けてですね、一番何を強化していきたいと思っていますか？得点力が足りてないと思っています。まだ前に押してプレッシャーをかけるというところはすごいできてきて、外人選手とも十二分に戦うことができるようになってきてはいるのですが、自分から技を取ってっていうのがまだまだ少ないので、そこをもっと突き詰めて、もちろん当然グランドも日本人全員の課題だと思うんですけど、練習していかないといけないので、いっぱいやることはあると思います。はい、頑張ります。他に質問のある方いらっしゃいますか？ありがとうございました。